こんばんは。今日は大輪のバラを描こうと思います。まず真ん中に丸を描いて、それを三方で囲みます。その三方をまた三つで囲みます。これをくり返していくと、バラが出来上がります。最後はバランスを見て出してくださいね。そしてバラ2つ目です。これも同じように中心に丸を描いて、それを三方で囲みます。そしてまた同じように繰り返していきます。途中三角になったり四角になっても気にせず、大きくしてください。最後はバランスを見るとだいたい丸くなります。そしてです。最初のうちは3つで囲んでいたバラも、これでバラができました。今日は簡単に、葉っぱは描かずに
ふやかしてお花畑にしたいと思います。濡らした筆で伸ばしますね。ありそうなところに幻想的に滲ませますね。今日はバラを描いてみました。